それでは皆様よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ごめんは完全勝。いやー、うわ、またこのメンバー。ただ、ドズシーを最初にやるのが一番ね。刑事しよう、刑事。三人います。ああ、今はダメだな。マジか。もうダブルキレ。今左のリアクターのところに2人死んでたんですけど、リアクター来てない人いますか？逆に。あ、キヨキヨとか来てないです。僕も行ってないですね。僕も行ってないです。いや、メインいた。メイン最後にいたよね。いませんでした。本当に？はい。え、ちなみに来てない人は？はい。キヨキヨとタイタイはもう絶対行ってないですね。絶対行って、2人とも絶対行ってない。アドミンでタイタイめっちゃ見てて、はい、でキヨキヨもなんかその辺うろちょろしてましたね。今僕麺だけは見てて、麺が いないって言ったから麺は絶対黒だと思って。僕絶対いませんでした。あ、じゃあ麺とカズさんいますよ。あ、カズさんもいました。今いたよ。麺いたかどうか見てないですか？麺もいた。あ、麺もいましたよね。なんで僕麺は黒いと間違いない。だから麺は多分僕を釣ろうとしてくるだろうけど、麺は間違いなく黒だと思います。え、あと誰かいたけ？オラフ君はいなかった？僕いなかったっすね。あのアドミンで僕とキヨキヨさんとタイタイ3人行って、僕が最初にアドミン抜けてカフェテリアアッパーエンジンって言ったんですけど、途中で解除終わったんで戻ったところ多分タイタイが見てると思う。俺アドミンでマジで見てました。まさにその動きしてました。あ、なるほどね、はい、じゃあ正解。僕の線もオラフ君とカズさんしかいないっすね。あ、ごめん、メンとカズさんしかいないっすね。なるほど。ダブルキルだったんですね。ダブルキルでした。あの2人とも並んで死んでて、僕の左上の数字のタスクやっててなるほど、そういうことか。なるほど。だから多分僕になすりつけようとした面が、ドズルさんとカツさんが黒の線はないんですか？あ、ある。だから逆に見てねえけどな。うん、で僕とカズさんが黒の場合は、まあ面カズさんの順で釣ればケアできるんで、とりあえず面から釣ってほしい。まあ確かに、さっきいなかったって言ってましたもんね。そうですね、うん、まあ、これはでもし僕とカズさんが黒で面になすりつけようとしてたら、はい、まああれなんで、次はカズさんを釣ってほしい。ただこれまた問題が出てきたよ。どうぞさん。あ、どんな問題でしょう、カズさん。これさ、もしさ、その大原面とカズさんが人狼としたら、はい、だからうちはどういう気持ちで待ってればいいんだ、はい、だからなるほど、醍醐味ですよね。醍醐味確かにね。そういった問題は出てくると思うよね。醍醐味そういう問題は醍醐味ですよ、これが。醍醐味ですね。はい、入っていくな。ハラハラドキドキもなくなるじゃん。ね、確定が早すぎてさ。ね、ダブは。なるほど。いいのかな、こんなローラーみたいな感じで。いいかな。時間で稼ごうよ。オラがボタン押すわ。私が押しました。カズさん、ナイス押しです。私が押しました。押しましたね。やばいっすです。これさっきね、ドズルさんを見てなかったんよ。あ、なるほど。あ、リアクターなかったっす。なるほど。なるほど。だからこの狂言でさ、この試合を終わらせるわけにはいかんしょ。まあまあそうですね。なんで、もしカズさんが次のクールタイムというか、エマージェンシータイムがこう、あれできるんであれば僕から釣っていただいても全然。ただ僕を釣るんだったらカズさん絶対釣ってください。そうですね。なるほどね。まあ確かにですね、うん、はい、確かに。それかまあカズさんの自白が待たれる。その前にでもオラフ君も怪しいで、順番にドズル、オラフ、カズって釣ってもらって。いやいや、オラフさんは怪しくない。その入ってるから怪しい。一人巻き込まれてますけど。オラフ君は絶対マジか。超えないだって大体刺さってるよ。いいんけ、いつも刺さってるからさ。いや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 、ちょっと刺さってますけど。
逃げよう。はい、角が刺さってはいますが。キヨキヨもうスライムでオラのこと刺してるもんね。これにくい角度ですね。ちょっとね。じゃあですね。だからどうするかって話よ。あでもちょっと運が悪かったっていう形ですかね、その大体オラくん、キヨキヨさんがアドミンに3人ともいたっていう。しかもリアクターの時ですもんね。そうですね。ちょっと運悪かった。僕としてはカズさんを釣ってくれれば僕からでもカズさんからでもいいんですけど、カズどっちから釣りましょう。いや、はい、どっちからでも僕は、はい、カズさん決めてください。いや、あのこういう時は本当に早く釣ってあげた方がいいんですよ。確かに。誰に言ったんすか。いや、言いませんよ。言いませんよ。確かにね、そうっすよ。そういうね、辛いんですよ、これ生かされてる時が一番。確かに、それは自分に。ご分は。わかんないですよ。まだわかんないですよ。やっぱりどっちだ。まあそうでしょうね。いや、まあ、に面白かったですね、今は。早いよ。いやー、あれはもう GG すぎますね。仕方がない。3人でやれてると。オラフ君、全然怪しくないのに。あれみたいな。犯人候補に。9割あなたなの。やめてよ。お前だろ。あええ、違う、なんであいつら鬼だよ。もう見た、タイタ見た、見ました。誰がやってた、誰がカズさんがやってました。やらない。さすがにボンジュールはキル取れないよ。かわいそう。理由にならんぞ。マジで見ました。これはタイタイが怪しいと思う。絶対カズさんや。俺はタイタイが怪しいと思うぞ、これは。いや、間違いなくカズさんです。僕もカズさん。俺はカズさん。嘘なの、また無実の罪で。これは嘘だろ、これ。これはカズさんです。これはカズさんです。さすがに。とりあえずカズさんを釣ろう。いいんか、俺釣って。カズさん行きましょう。負けになるぞ。いや、絶対そう。カズさん絶対そうだな。負けになるぞ、釣ったら。いいんだよ、嘘だろ。嘘だろ、人間性疑うよ。嘘だろ。やめろって。やっぱそうだ。ごめんよ。ごめんよ、ごめんよ。投票しやがったな、あいつ。もうすいません、カズさん。乗る。嘘でしょ。嘘でしょ。いや、俺は分からないよ。減ってもいいと思うのよ。はい。でもいい。嘘でしょ。まあ、生は足りてるのよね。やめろって。そうそう。ぐちゃっとしたんですけど、僕はちょっとカズさんに見えました。僕もです。なんかちょっとカズさんのちょっと言い分も聞きたいです。そうですね。ただ怖いんで。うん。いや、なんかね。カズさんだなこれ。嘘だ。満場が一致します。嘘。え、そんなに。サクー言ってました。マジっすか、カズさん。いや、僕多分あの人狼この隙を狙ってあのやってくるなって思ってタスクせずに見てたんですよ、あえて。はいはい。タスクするふりして、うん、そしたら後ろからカズさん来てサクーやってました。ここでワープして遊んでよっか。あ、やべえ。お願いします。まあ、ちょっと友達だろって。嘘だろって。最後友達だろって。お疲れ様です。嘘つかないじゃないの。嘘だ。嘘だ。ちょっと恨みっこなしでね。恨みっこなしで一回じゃ。自分のみんな信じるところを。え、わかんな、わかんな。いや、難しいな。ごめんなさい。どうだこれ。カズさんが怪しいね。ごめんなさい。カズさんが怪しいじゃねえよ。ごめんなさい。ちょっと なんでちょっと嘘だろ。なんで言ってたの。ちょっと おかしいだろって。やめて。
あのライトのミッションが来たじゃないですか。なった瞬間カズさん部屋にいなかったんですけど、ライトって何よ。今ライトしぼまりませんでした。え、いやこれカズさんやん。カズさんこれはカズさんしたカズさんですよね。え、カズさんがカズさん人狼ですよね。そのカモだけないよ。そのカモだけないよ。ライトってないよ。ライトって何の話よ。ライトって俺やカズさん今視界が悪くなりませんでした。いやめっちゃ綺麗やったよ。めっちゃ綺麗やった。ちょっと待って、ちょっと待って、その疑い方なんやって。ちょっと待って、どういうこと今ライトのミッションで。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って。ちょっと今の引き合って、その演術誘導自慢だぞ。あー